地となった長崎と天草地方にはイエズス会の拠点が置かれ、キリスト教が繁栄し、強固な信仰組織が形成されました。しかし16世紀末から急速に国内統一が進む過程で、キリスト教信仰は次第に国家的な弾圧の対象となっていきます。その後、国内統一を完成させた江戸幕府は封建社会を確立するため、1610年代以降キリスト教を禁止しました。1637年、緊張が深まる中で幕府に大きな衝撃を与える事件が起こります。原城に2万数千人が立てこもった島原天草一揆です。これは領主による厳しい支配に対する農民一揆でしたが、農民たちのほとんどは密かに信仰を継承していたキリシタンでした。4ヶ月に及ぶ幕府軍との戦いの末、籠城したほぼ全員が殺され、一揆は鎮圧されました。原城跡からは殺害されたキリシタンの遺骨とともに、彼らが所持していた十字架などが出土しており、禁教会も密かに信仰を続けていたことを示しています。この一揆に衝撃を受けた幕府は、宣教師が潜入する可能性のあるポルトガル船の日本への来航を禁止し、徹底した海禁体制、いわゆる鎖国を確立しました。